今日はずーっとやりたかったライブ参戦をくるくるくイエーイ、はい、やりたかった、ずっとやりたかった、ずっとやりたかった、あれやんな、2人でそうスニーカーズニュアンスで揃えたよ揃えたよみたいな感じでいろんな系統で4コーデ準備したのってご紹介したいと思います。全然コンセプトとかもあるのでじゃあしっかりなみんな楽しんでいただけたらいいなと思います。それでは早速1着目やってみますか。 Go レッツラゴー。それでは1コーデ目失礼します。失礼します。あララ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 ラ、どうですか。はーいという感じで1コーデ目は今時の K-POP アイドルファンの子たちがよくしそうなザ・秋冬コーデですよね。ですよね。スカートはクンっていうところで2人同じ種類で色っちみたいな。そうでジャケットもチェックは揃えてるけど色は違うよみたいな、シミラールックですね。超シミラールック。でもこのスカートが超可愛いよな。あのお尻が見て超タイトでプリンって、そう超やだ見ないで、ダメだ。基本リサちゃんはガーリーになるようにこの後のやつやもやけど仕上げていく感じで、私はどちらかというとシンプルな感じで仕上げていく感じなので、あの私はこっち側だなっていうので参考にしていただければいいなというふうに思います。ほらこの格好一番好きかも。え、だってリサもやねんけど、いいよな、え、よくない、色味めっちゃインスタ映えとかもいけそう、カフェとかもいけそう、わかるわかるわかる、マジおすすめ、試してください。それでは2個で目レッツラゴー。え、取れてなかった嘘、そこに来てね、何を見ます。はい、じゃあ2個で目ちょっと気まずいんですけど、毎回毎回わかりました。せーの、チャラチャラチャン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 チャラランチャンチャン、はい、こんな感じで2個で目ですね、すいません。イメージはどんな感じですかね。見てもらったらわかるかなと思うんですけど、もう事務所のオタクさんのイメージですね。で、トップスはお互い、一緒にしまして、グレールのやつね。そう、グレールのやつなんですけど、ね、だからちょっと可愛めに着たいよ、みたいな感じの方は、うん、そういう感じで前にリボンつけてもらって、ブリブリ、みたいな、うん。ブリ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 って感じです、ね。やばしい。はい、で、一方、ちょっと控えめに着たいぞ。でもライブだからちょっと目立ちたいよ、みたいな感じの人は、後ろ向きに着ていただきますとですね、うん、控えめな感じ、大人っぽい感じで着ることもできますよっていう商品なんですけども、いかがでしょうか、いかがでしょうかつって。なんていうの、リサちゃんはあれよな、ザ・ジャニーズの子みたいな感じが、おたくてみたいな、なんか写真撮る時とかも撮る時とかもこうこれですね、イメージこちらはこんな感じ合ってますか、こちらのイメージで、こっちやったらこうこう、あのちょっと海辺とかで、あ、やっちゃうけどな、だから友達で、そう、自分はこういう系やけど友達はそんな感じじゃないっていう子はこういう感じ で、やっても全然ちゃうけど系統は、でもまとまりここが一緒やからさ、そう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 、まとまりあるよ、ちょっとカフェっぽい色味で、そう、こちらのイメージは合ってますか、これ間違ってたらすいません、一曲じゃもう一回、あの先の何だ今日は可愛い可愛いよっていう感じの2回目なんで、2回目なんです、すいません、本当に申し訳ございませんでした。はい、そんな感じでね、じゃあ参考デメですか、行きたいと思います、はい、よろしくお願いします。それでは参考デメ、もしもし、今東口ゲート、あー、そうそう、トップの、そうそうそう、あー、ちゃんさん、ちゃんさん、ちゃんさん、写真撮る、写真撮ろう、せーの、はい、聞いた、違うじゃんって思うじゃん、でもうちらの選手バカ上がりしてんじゃん、なんでかって教えてんねよ、教えてやるよ、うちらがガチでライブで着た服だよ、イエーイこれあのさ、なんかの動画で言ってたやんか、ファーで被ったみたいな、それはアイコンやんな、アイコン、そう、アイコンの時は、まあ、この格好で別々に行って被ったって言ってた服はこれです、ま、こんなやばない、で、まあ、ちょっと待って、みんな思ってると思う、お前らライブにヒールはなしじゃないみたいな、さっきから思われてたかもしれない、絶対靴脱いでるからスニーカーとか行ってる時は脱がんで、うん、けどさ、やっぱライブって自分の式あげたいからヒールで行くやん、
わかるやろその気持ち。ごちい靴で行くやん。そう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 。周りだってライブの外は戦闘態勢やから。そう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 。毎日行ったらうちが一番やろみたいな。うちがもういいよぐらいの感じあるよ。そうそうそう。気分もな。気分な。そう。で今まで2個目のやつとか1個目のやつもヒールうちらバンバン履いてるけど全部脱いでいくからちゃんと脱がみんな。そうやで、周りに迷惑かけたくない系なので。そう。ポイントとかありますか？ポイントは治安の悪さ。まあ治安の悪さ、やっぱドピンクは目立つやん。チームはファーを目立たせたいから、うん、中は黒なんだよね絶対。シンプルにな。マジでこれで確かに今の時代のライブ行ったら目立つを取るならこんぐらいって方が絶対ファーしてもらえるからね。これはかビビられるからどっちか。面からのファーコートとかでもいいやろうしな、うん、今なら絶対可愛い、うん、絶対可愛いからこれまず姫男とか姫男はキマちゃんと前半で言うならキマちゃんとかごめん、たくみ、きなたはわかるわ、なんかちょっといける、なんか、たくみもいいたくみどんびきんだよ。まあ、ピンク担当なんていっぱいいますから。そうそうそう、自分の推しのカラーに合わせていくのもありかなと思います。じゃあ、続きましてラストですね。ドキドキキュンキュン。ラスト4カード目今日やばな、やばな、楽しみやな、楽しみすぎやな、まんまらの宝だった。ブラウかな、黒の服めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、黒で可愛いよって言ってもんな、うちら。とりあえずみんなで服ちゃんと便しとくよ。便しとこう。 OK。 チャン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 、 K は常に見せるスタイルだ。はい、という感じでうちらの大本命です。イメージなんですかって J1 知らない人とかも思うかもしれない。もしかして J1 好きなジャムも、うん、ちょっと違うくないのリバンちゃんそれはって思ってるかもしれない。でも目立ちたいやん。やっぱり目立っていきたい、やっぱり目立っていきたいから、どうやったらうちららしくいれるかと考えた結果このスタイルになりました。こんな感じ、こんな感じです。あ、でもグレーだから俺どっちも。そう、めっちゃ可愛いないこれ、マジアイドルじゃない。うちらアイドル、うちらアイドル。再現してみる。ちょっとごめん、J1 やから尺長くて。ちゃったりだったりだったり。中からライバーします。うちらアリーナ、1列目。うちらアリーナ、1列目。やばい、もう出てから、もう出てから、どうするの？今更に飲む。ブラスケで揃えるとかするの友達同士でもいっちゃやりやすい、やりやすいな。でもだから今まででしょ、まあ、困難とかさ2コーデ目とかさ寒いからちゃんとジャケット着てな、会場の中ないやからイメージやから、うん、あの夢の国に行くようなもんですから、ライブ会場に行くっていうのはやっぱ目立つのは大事やと思う。大事だと思う。なんかどういう系統であれ、うん、その人に迷惑かける。こんな羽とかつけんのあかんで、せやねん、この頭にバカ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 、人様に迷惑をかけない程度で自分がテンション上がる目立ち方なら素敵なんじゃないかなって。これね、推しがマクシーとか言われたら困るから。ああ、もう取る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 。もうこれはなんか邪魔とかでも全部取るになるから。許してくれ。許して。会場外は。なおだろ、立ちから見れば。ちょっと気合い。こういうのもうやめよう。そうそうそう。会場でも。こんなんもやめよう。なんか交換ですか。え、リンク持ってますよ。え、私、ギャンク持ってますよ。交換、交換、こうって感じ。やめようじゃん。優しく、人には優しく。人には優しく。自分には優しく。It's J-O-World はい、という感じでうちらのライブ完成服ルックブックでした。どうでしたか？トータルも参考になってれば嬉しいですね。すごい心配ですね。心配ですか。はい、じゃあね、今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、無断転載お願いします。それでは最後、一本締め。